今日診療所を通り抜けて向こう側奥さんへの橋をもう渡れるようにしておくからみんなで見に来てくれよな。え、どうやって橋を架けるの？材木の長さ足りないって言ってたのに。まあまあまあ、細かい詮索はなしなし。あれ、なんか不穏な匂いがしますわ。よし、じゃあ今日はみんなで奥沢探検だ。奥沢、あ、あれ、僕ちゃんは？あー、真似すんなよな。まあまあ、じゃあ新しくできる橋のところに朝飯食ったら集合ね。忘れんなよ。オッケー。じゃあいただきます。いただきます。そうだ、昨日夜更かししちゃったからラジオ体操できないんだけど、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。奥沢探検ということで、昨日夜更かししちゃったから光ちゃんの占いもラジオ体操もできてないという状況。7月9日やっていきましょう。今日はね、何の記念日か調べてきました。今日はジェットコースターの日なんだって。後楽園遊園地に日本初の本格的なジェットコースターができた日、7月9日。それで今日はジェットコースターの日。なるほど、といったところ。チョコカコ姉妹というわけで、また会えたね。来た来た。こんにちは。こんにちは。今日もとても難しい宿題を出すんだよ。来た。まずは公園に行きましょう。レッツラゴン。これ時間止まったまま公園に行く。今度の宿題は、題して公園の中に隠れた恐竜たちを探し出せ。今から私たちがこの公園の中に7個の恐竜王冠を隠すから、明日の夕方までになるべくたくさん見つけてきてね。私と過去のお気に入りがそれぞれ一つずつ混じってるの。それをあなたが見つけた方が勝ち。勝ったらご褒美をあげるからね。じゃあ今から隠します。なるほど。さてと、隠し終わったよ。あ、王冠はたまに公園以外にも落ちていることがあるけど、私たちが隠したのは公園の中だけだからね。じゃあ、うん、7個全部見つけるつもりで頑張って。終わったらまたここに戻ってくるのよ。じゃあ宿題ナンバー3。なるほど。公園の中に隠れた恐竜たちを探し出せ、スタート。なんかどんどんと始まってる。なんかどんどんと流れができちゃってるけど、イベントのやること多すぎ。だこの王冠手に入れたらきっと呼吸できる量が増えるんだろうな。空気吸い込む量が。ほう、恐竜たちを探し出せが始まった。ティラノサウルスとかプテラノドンとかいる。7個の王冠公園で見つけ出す。公園で7個の恐竜王冠探しだよ。ずいぶんたくさん隠したねーって。さて、じゃあこれはいつまで？明日の夕方？今までは過去が負けてたけど、今度は違うはずだよ。ほうほうほう。そんなことないの。今度も絶対私の勝ちよ。で、いつまでかは言ってくんないんだ。そうか。で、まあ、いや、公園までワープしてくれたからにはちょうどいい。光、ああ、間違えた。光ちゃん、ちょっと、それ探す前に奥沢のイベントを済ませ。光がいねえ！やべえ！え、光がいない？なんで？9時前は朝の時間帯になるのか。あー、どうしよう。もしかしたら今日は安子姉ちゃんと海の海岸の方に行ってる可能性があるけど、まあいいや、奥さんの方行くか。光ちゃんどこだ？いや、家の中にはいないでしょ。さてさて、どうしたものか。ちょっと朝のこの診療所寄っていこうかな。朝、昼、夕方、夜って4つの時間帯がね、このゲームにはあるみたいですね。カチャッとしたらいるよね。いたいた、渚さんのデートの感想を。先生ったら最近ひどくお疲れみたいです。どうしたのかな？夏バテでしょうか。健康にはちゃんと気を配ってらっしゃる方だから、もしかしたら何か悩みでも。家内のことを話したね、前。健康によし、先生は元気？ねえ、この診療所ってお客さん少なそうだね。こらこら、ここは診療所じゃ、お客さんとは呼ばんのじゃよ。なるほどね。年を取るとどうも肩が凝っていかんな。ほうほうほう。じゃあ肩叩きしてあげますか。ねえ、おじいちゃん。はいはい、肩叩きしますよ。
ほいほい。ふう、オッケー。はい、おだちん。ゲットー。ニコー。最高。奥沢まで間に合うかな、こっちから行って。よいしょ。ん？こっちから行く方が近いのか、奥沢には。よいしょ。よいしょ。そしたら、ここの虫もちょっとチェックしつつって感じだね。あれ？来た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 ！誰だ？見つけた！お肉輪かな、これは。お肉輪さんの22ミリか。くそー。なんかいないのか、虫は。あ、ノコギリ。なんか大きい気がするが。どれくらいだ？49ミリ。まあ、そこそこでかいか。まあ、いいや。砂糖。チェ。砂糖水塗っとくか。よしかー、行こう。奥沢に行きます。こういうちっちゃな村とかでも高速道路のつなぎ目になってたりするよね。さあ、ボクちゃん、渡ってみな。なんだか不思議なマークの入った丸太橋だね。へへ、これは安全第一って意味なわけよ。電信柱だろ、それ。さあ、書くことができたみたい。まずは診療所の方かな。じいちゃんはなんだか元気がないみたい。夏バテなのかな。心配だ。じいちゃんはなんだか元気がないみたい。拾ったものでも食べたのかな。子供じゃないんだから。できたー。不思議なマークの入った丸太橋が完成だ。しましま模様は安全第一。新しい丸太橋が完成だ。電柱についてるあの模様も入ってるよ。分かってるだろ。僕くん分かって嫌味言ってるよ。この腹黒さたまらないね。やっぱ一仕事終わったと気持ちいいやね。おじちゃん、じゃあ家に帰ってビールでも引っ掛けてくれよ。ビールでも引っ掛けるっていうのが痛い。イエーイ、俺一番乗り。僕が二番だもんね。がっくし。久しぶりにこっちの岸に渡ったらなんだかワクワクするぜ。ワクワクワク。じゃあ今から奥沢探検隊スタートだ。せーの、えいえいおー。いいね、なんか子供っぽくていいね。えいえいおーが。よいしょ。いい音楽。お、なんか見つけてる。ボクちゃん、これクヌギだぜ。すっごい虫がよく集まるか。へえ、なんかいた。なんかいたに関してちゃんと答えないっていう。意地悪された。クヌギの木はなんかいるだろう。これ初回サービス。お肉はかよ。すごい BGM が壮大な感じになってるけど、ちょっと粘ってみるか。でもやっぱり勝利数重ねないと出てくる虫は解放とかされないのかな。これ砂糖水塗っとくか。ベチャっとね。さて、なんか置いてきぼりにされちゃった。ここら辺新種いるんじゃないか。いないか。あ、いた。セミか、これは。あ、逃げた。セミだな。うわ、乳だらけだ。あれ、僕はちょっとだけ落書きしてみた。落書き。虫を捕まえたかったんだけど。うわ、すごい落書きしたね。トラがいる。なんだ。おお、大一文字のキングサイズ。これはトレードに使えそう。セミの抜け殻なんてあるんだ。へえ。ニーニーゼミ。緑ヒョウモン。おお、なんかいろんな虫捕まえてる。あ、いたいたいた。よお兄ちゃんのロケット。こんなとこに落っこちてたんだ。お前、危ないから触んなよ。うん。そうだ、部品を取り出してよお兄ちゃんに持っていかなきゃ。確かバルブって言ってたけど。え、それってどれ。わかんないよ。どうするの。また今度かな。お兄ちゃん、諦めるのずいぶん早いね。
じゃあ次も頑張っていくぜ。あおー、言っちゃったけど、バルブ、ボク君は取り出せるのかな。お、なんか早速日記。なんだ、今日は日記書くことが多くていいね。何を書くんだ。奥沢探検隊、橋の向こうでクヌギの木を大発見。見てたら誰もいなくなっちゃった。なんだかまるで虫みたい。そうだね、クヌギに集まる僕たちもなんだかまるで虫みたいっていうのはなかなかいい表現だ。ロケットの残骸は見つけたけれど、バルブってどれだっけ。せっかく見つけた墜落ロケット、でもバルブはどれかわからない。わからない。なんで2回言うの。わかるのかな。うん、どれがバルブかな、よくわからないや。そのバルブにはマジックでバルブと書かれていた。じゃあそれだよ。あ、取った。ロケットのバルブ B を手に入れた。うんうんと。もうこれはチェックできないのかな。あ、捕まえた。なんか大一文字か。まあ結構交換に使えそうな感じがするけど、うん、何にもないか。で、これをお兄ちゃんに届ければいい感じですかね。なるほど。で、絵日記。また絵日記か。山の中で墜落ロケットの部品を発見。バルブって書いてあった。山の中で大発見。これを使えば僕も宇宙へ行けるに違いない。すごい夢の広がり方。子供らしいっちゃ子供らしいけど。この橋、ちょっと怖いんだぜ。僕ちゃんビビらないでちゃんと渡ってこいよ。じゃあな。しげるはどうしても先輩風を吹かせたいんだな。ここか、怖いね。CM の1シーンになってたっけな、ここ。うわ、ここ怖いよ。今日はとりあえず、こんなもんで許してやるぜ。腹減ったしな。あと、こっち方面で、うちのわさび田にも行けるんだぜ。わさび田？そう、後で見てくるといいよ。じゃ、これで今日の仕上げだ。どんなもんだい。じゃあ先に帰ってるからな。あばよ。あばよ。それを橋にするわけね。奥沢探検隊解散。一応新しいクヌギの木とかね、虫の集まる木も見つけたし、よかったんじゃないかなと。虫勝てるかな。たけしやしげると奥沢探検。楽しいこともあったけど、橋が細くて怖かった。3人仲良くバラバラに行動してよ。仲良くというのか、それは。あー、でもなんかリメイク版ということでいっぱいに着替えて、その時の情景をこう僕くんが絵に起こしてくれるから、まあ一回やったことある人でも普通に楽しめる感じですね。そしてここはどこになるんだ。どっちへ行ったらいいんだろう。こっちへ帰ってったよね。で、そっちがわさび田になるのか。まあこっちわさび田はまた後でにしよう。こっち帰ろう、もう。あ、でここに出るんだ。へえ。で、こっちも家じゃん。あ、そうなんだ。ここが近道になってるんだ。なるほどね。さて、それではひかりちゃんを見つけたいんだよな。あ、とりあえずここにも虫いるかどうかチェックするか。一回だけチェックしよう。なんか、でっかいの落ちてこないかな。なんだ。お、やった。赤足。おっきいかな。28ミリかいらないな。よし、行こう。ここは家の方になるんだよね。2階、いいや。こっち行こう。ビヨーンと。さてと。あ、危ない。朝顔に水やらないとな。忘れてた。よいしょーっと。OK。他の人の分もちゃんとやってあげよう。あれ？なんか捕まえちゃった。モンシロチョウはもういらないよー。よいしょ。はい、真ん中。まだ咲かないか、朝顔。で、一番左。まだ咲かないみたいだね。どうだ？
うん、なんかつぼみはできてるけど、まあ咲かないんだね。よし、いや、海岸の方にいるのかな。どこにいるんだろう、占い師は。海岸の方から行ってみるか、一応。いてくれ。よし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 。なかなか鋭い感だった。安子姉ちゃん、久しぶり。ここの海の綺麗さを、例えばダイバーの人たちに教えたら、もっとたくさんの人で賑わうようになるのかな。うん。でも、人が増えたら、こんな子供みたいな水着で泳げなくなっちゃうな。やっぱ人目をちょっと気にするっていう、年頃の女の子っぽい感じですね。いや、ひかりちゃんに会えた。ねえ、ひかりさ、クラゲって好きなんだけど。え？そうなの？実は僕も。やっぱ酢の物にすると美味しいよね。食べる方だった。なんだ、食べちゃう話か。ひかりちゃんらしいね。ねえ、今日は。よし、占ってもらおう。多分、はい、じゃあ海の家と奥沢かな、この赤丸は。光んちの今、夜の今ね。オッケー。夜の光と書いておきましょうね。もう一回聞く。じゃあ赤丸聞きたかったよ。はいと。赤丸、よお兄ちゃんの家、あ、そっか、今からロケット届けに行けってことか。オッケー、そういうことでしたか。そしたらこっちは奥沢。え、民宿2階の1号室、あ、サイモンの部屋か。サイモンの部屋、これ昼間のうちに行かないとダメっぽいな。あれ、奥沢のこと何も書いてない。もう強制イベントだからか、これは。昼間の海岸、あ、今か、今ね。はいはいはい、これが今ってことですね。いいえと。なるほど。また占ってほしくなったら声をかけてね。オッケー。じゃあ、よお兄ちゃんの部屋に、部屋じゃない、家とサイモンの部屋に行くかな。今、時間は、12時。十分時間はあるでしょう。さてさて、もう朝顔もやったし、虫も見つけに行ったしね。まあ、いい虫は見つからなかったけど。サイモンの部屋よりかは、よお兄ちゃん先に行くかな。あ、道なりに行くならサイモンの部屋が先だったか。まあいいか、思いついた方に行こう。こっちって何になるんだ。あ、行けるんだ、こっちも。あ、こっちこんなところがあるんだ、全然知らなかった。で、こっちがよお兄ちゃんの家だよね。いるかな。あ、いた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 。はい、こんにちはっと。こんにちは。いや、君か。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんってここに一人で住んでるの？うん。本当は親父がいるんだけど、あの人は奥沢淵の方にある炭焼き小屋にこもりっきりだから。たけしやしげるが遊びに来てくれることもあるけど、それ以外はいつも一人っきりなんだ。安子お姉ちゃんは全く来ないの？あ、あれ？なんで安子ちゃんのこと知ってるの？ここへ来る時の船で一緒だったんだ。そうなんだ。あの子とは物心がついた頃からずっと二人で遊んでたんだけど、あっちが一年先に小学校に上がってから、なんだか僕のことなんかどうでもよくなったみたい。なんかそういうわけじゃないんだろうけどな、なんて言ったらいいんでしょうね。ねえ、お兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。え、なになに。うわ、これ補助ロケットのバルブじゃないか。ロケットのバルブ B。 これで次の打ち上げではちょっとだけお金が節約できるよ。ありがとう。よかった、ニコー。今じゃあっちは高校生のお姉ちゃんって感じで、なんだか恐れ多くて声もかけられないよ。な、どう言ったらいいんだろうな。気まずいんだろうな。なんかわかる気がするわ。今じゃあっちは、とりあえずバルブは出せたからよかったってことだね。じゃあねー。さてと、あとは虫相撲とサイモンか。
虫相撲先だな。勝ちたいな。鳥？猫？なんだこれ。あ、猫だ。どうしたんだろう、こんなところに。よーし、ガキども集まれ。ちょっと最近なかなか気持ちよく勝ててないからな。今日は勝てるといいな。来た。到着到着。さてと、今日は何の用？今日は何の用って、ここ来たらもうやること一つしかねえだろう。さあさあ、勝負。よし、まずはちょっと弱いで鍛えなきゃダメかな。証鍛えたいな。お肉はいるでしょ。コクワと赤足かな。この赤足出すか。48ミリ赤足。最初は僕からだよ。頑張れ。どうしゃ、ちょっとまずいかも。まあ、相性は良さげですね。まずここから育てていきましょう。赤足クワガタ。では今回も、虫相撲終わる時間をコメント欄と下の画面下に書いておきますので、飛ばしたい方は飛ばしてください。基本はノーカットでいきます。負けちゃったな。よし、勝った。負けちゃった。コメント欄のね、あの時間が書いてあるところタップすると、ね、その時間までピャッと飛ぶので、まあ、飛ばしたい方は飛ばしてください。よし、行け。赤足をどんどん育てていこう。あ、やばい。まあスタミナで勝てるけど、技出されたら逆転するな。大丈夫かな。うわっと、あ、来たよ、これだよ。もうそれでもまだスタミナかった。よし。あー、負けちゃったよ。危ない。よし、3勝3敗。借金なし。僕の番か。頑張れ。よいしょ。頑張れ。まあ、48ミリも力があればね、こっちガンガン押していける。負けちゃうってば。よし。おいしょ、けー。ああ。自爆。強くなりたいよ。自爆かよ。じゃ、次は俺の番ね。いけ。スタミナが上がらない。勝ってはいるんだけどスタミナが上がらないな。戦う前になんかスタミナが、赤矢印ついてるやつと戦うとスタミナが伸びるらしいですけど、うおっと、ぶちかましい。まあ勝つでしょう。オッケー。ああ、負けちゃったよ。いいね、5勝3敗。僕の番か。頑張れ。スタミナが横棒か。ってことは伸びない。勝っても伸びないけど。頑張れ。まあ勝ち数を重ねていこう、これで。うわ、力互角。あ、でもこっち勝ってる。うん、技が怖い。赤足怖かった。なんで技出せないの。あ、やばい、ギリギリだよ、これスタミナ。あ、ガブリオリやるとこっちもスタミナなくなるんだよ。バカ、こいつバカだ。あれ、勝っちゃった。頑張れ。弱いでは負けてほしくなかったな。一応海パンとほどほどのエースいるけど、海パンとエースがいるんで、コクワガタを強くしたいな。あとはそこそこ勝ってるコクワはこっちか。40ミリの方のコクは強くしていこう。まず弱いで10勝させたいね。頑張れ。あー、バカチーン。早く。よし。やった、いけるかも。危な、ぶちかまし。危なかった今。危ない。なんかすげえ技出してくるじゃねえか。よいしょ、オッケー。裾払い、すくい投げ、裾払い。強くなりたいよ。お、レベル3。技レベルがアップしたよ。レベル3。今度はどんな技を出すんだろう。3勝しただけでレベル3。次は俺の番ね。こいつ強くならなそうだな。あ、でもこれ勝ったらスタミナ上がる。勝ったらスタミナ上がるぞ。頑張れ。コクワ対コクワだとスタミナ上がる。よし。うわあ、食らってるし。あ、押し切れないかな、これは。いやー、買ってくれよ。ダメだ、育たない。勝ちね。育たないよ。次の世代が育たない。弱いでこんなに苦戦してるようじゃな。海パン行こう。海パン、こいつ強そう。
海パンはでもあれなんだ、スタミナ上がるんだ。弱いに弱いで勝ってもスタミナ上がるんだ。ちょっとマジで危ない、こいつこいつ危ないよ本当に。大丈夫か。あーガブリオリオッケーで、ちょっと押して勝ちだね。踏ん張れ、オッケー、捕らえろ。あー悔しい。あプラス2、スタミナガンガン上がるな。次僕の番か。きっと楽勝金を見る。頑張れ頑張れ。弱いで勝ってもこんなにスタミナ上がるんだな。頑張れ。ただ金鬼はなんかぶちかましいっぱいやってくるんだよな。押していけ。なんかブルブル震えてる。わあ負けちゃうってば。よし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 。プラス2。強くなりたいよ。どんどんスタミナ上がっていく。じゃあ次は俺の番ね。スタミナが上がらなくなった。じゃあ強いにするか。じゃあこいつでどう。強そうだな。でっかいの出てきたな。よし行け。スタミナでは勝ってるけど、あ力でも勝ってる。よしよしよし。やっぱ育てていくと強くなるんだな。ガブリオリ、ガブリオリやってスタミナ削ってもスタミナいっぱいあるから全然構わない感じだね。うっとぶちかましで、これスタミナイーブンくらいになっちゃった。あとは力で。よし押してけ押してけ押してけ。よし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 。やばっ押してく。何にもしなくて。よし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 。あー悔しい。勝った勝った。いいね。海パンいいよ。僕の番か。平田さん来た。ついに平田来たけど、これで勝つとスタミナ2個上がるって。2個っていうか矢印2個ついてたから5くらい上がるんじゃないかな。平田力強いからな。これくらい押すか。どっちだ力は。うわー力負けするんだ。やっぱ平田強え。技出していけ。平田は確かそんなにスタミナ伸びないんだよね、育てても。わー負けちゃうってば。だからもう技でスタミナ削り取るしかないよな。力で負けるから。よし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 。プラス5。平田に勝ったのは強い。次は俺の番ね。さあ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 平田交換しよう。そうなんですよ、倒せばね、倒せばさ交換に回るっていうのがいいよね。きっと今日手に入れたこれ大一文字のキングサイズ、これが多分すごいレートになると思う。13匹換算、これを平田クワガタ、え3点1匹、え3点1匹の価値しかないの。3点1匹換算だとなんだろう、つまべ2丁とかをちょっとこういう丁でどうだろう。0.2 匹つまべ2丁意味ねえな。3点1匹換算か。じゃあこの8丁はこういう大きい丁だと、あ3.8匹換算、あじゃあこれでいいや。 3.1 匹, 1匹と 3.8 ので交換、平田と。それと交換だね。よし平田が手に入った。よっしゃ平田行こう。平田を弱いランクでとりあえず10勝まで育てましょう。じゃあこいつでどう。よし今回は結構いいよいいよ平田。よし行け。っていうことは野生でも平田が出てくるようになったってことかな、ここら辺で。頑張れ。うん強いね。ただスタミナが伸びないんだよな平田さんは。踏ん張れ、こらえろ。とにかく力強いけど、でもあ弱いランクにこれだけ苦戦してるようだとちょっと怖いな。ないよ。あれ、あ俺持ってない。いや弱い終わっちゃった。誰も持ってないみたいだな。弱い駆逐完了。そしたら強いか。じゃあこれでいいかな。お前平田そんなでっかいの持ってんのかよ。勝てるわけないじゃん。頑張れ。力でやや負けか。これスタミナ削り取られて終わりかな。押してるけど技出さないとダメだよな。なんか引いたり引いたり押したり。平田58ミリでか。そんないいの持ってんのかよ。これ負ける勝ちたい。勝ちたい。技1個、技1回出せば倒せる。技1回出せば倒せるよ。負けちゃうってば。技出してくれ、技出してくれ、技出せ、技出せ、技。あーダメか。頑張れ頑張れ。待て待て待て、その平田倒さなきゃまずいな。なんだ40ミリの平田手に入れて喜んでたら今度58出された。超でかいじゃん58なんて。よし頑張れ。それ技を全部覚えちゃったやつだね。全部覚えてきた。平田でも58は力負けするだろうこれ。頑張れ。どうだ。力負けするね。やっぱり強いね。頑張れ。技出していくしかない。技一発出れば勝ち。技一発出れば勝ち。あでもスタミナで。やった。
スタミナ削り取れる。よし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 。負けちゃった。海パン最高。次は俺の番ね。はいはいはい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、交換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 。平田の58はこれ大一文字。 6.5 匹の価値か。 6.5 匹 6.5 匹の価値。セミの抜け殻とかどう？ 0.1 かよ。 6.5 匹の価値か。ビッグサイズのモンキチョウだと何匹換算？ 0.3 匹か。モンキチョウダメだな。モンキチョウダメだな。あ、金鬼もいたな。そういえばうちには金鬼がいた。アゲハチョウ、アゲハチョウ 0.3 匹の価値なんだ。いなくねえかこれ。これか、赤星ゴマダラ。キングサイズだけど 0.4 の価値なの。うっそー。ベニシタワは 0.4 匹の価値。うっそー。小紫、これは2.7 匹。惜しい。おなしあげは。お、5匹の価値。うわ、惜しい。6匹、6.5 の価値いるかな。ここら辺結構いい。バッタは多分、価値ないな。裏銀シジミ 1.6。まあ、1超えればそこそこなんだけど、6も必要。クマゼミ。あ、ですよね。大緑シジミ。難しい。四つ星アゲハ。ダメか。コソバか。モンキチョウ、モンキチョウ。ノコギリクワガタ。モンシロチョウ。ヒメアカタテハ。0.2。ダメか。13匹のは取っといた方がいいよな、大一文字は。やっぱ蝶捕まえんの大事だな。これが3匹の勝ち。で、大一文字のキングサイズになると、13匹の価値か。やっぱ蝶捕まえんの大事だな。平田と交換。平田 3.2 匹の価値。ダメだ。逆に金鬼出しちゃうとか。 2.6 か。そうだそうだ、そんなレートだったわ。ダメか。じゃあちょっと、まあ今日交換しなくてもいいしね。とりあえず海パンを出そう。相手育ってるな。よし行け。あ、たけしのこぎりか。これこれ強いんだよ、たけしのこぎり。たまに出てくるけど。うわ、空振り。頑張れ。よし行け。技出せ。あ、赤ゲージがなくなっちゃう。うわ、ドブチかましか。うわ、じわじわ押されてるな。よし行け。必殺技を出してくれ、出してくれって。よし行け。よっしゃー、救い投げかな今のは。これでだいぶスタミナは有利になったんじゃない。さあ、お、待て待て待て、ストップストップストップ。バカバカバカ、何やってんの、何やってる、何やってる、何やってる。危ねえ。あ、何やってんの、何やってんの、何やってんの。なんで押し返さない、なんで押し返さないんだよ。どんな問題。なんで押し返さないんだよ。おい、海パン今俺勝ったと思ったのに全然ダメじゃん。あちゃー、エース、エース。お肉はキラーだから。お肉は違う、ノコギリキラーだからね。よし行け。さあ頑張れ。まあ力では負けるけど、まあ46勝ってすごいな。コロッと、あれダメか。スッと入って引く。危ない、ぶちかまし効かない。うわうわー、技出されちゃったよ。つえーなー、たけしのこぎり。うわ、たけしのこぎりつえー。どんな問題。たけしのこぎりつえーよ、これちょっと勝てないわ。あー、なんかいい調子で育てられてたと思ったんだけどなー、ダメでしたねー。苦戦って書いてある。まあ多分そのままスーッと押されて終わっちゃうかな。なんかワンチャンぶちかましバシッバシッとかやってくれれば。あ、なんかプル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 の後力がちょっと強くなるみたいなんだけど。よし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 。技を、違う技出してほしかったな。ダメか。よし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 。たけしのこぎり強い。うわー、ガブリより。どんな問題。いけいけいけ。いけいけって言われても、こっち出すものがないっす。ダメっす。参った。
いやー、なかなか育たないな。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。はいよ。ボクくん、またね。って言ってもまあ一応もう46章まで来てるからね、いい感じではあるんだろうけど。じゃあ帰りますかね。サイモンに話しかけようっと。よいしょ。サイモン、サイモンと。あ、夕方はサイモン公園の方に行っちゃってたりするのかな。いるかな。あ、いねえわ。そしたら、じゃあ吉川お姉ちゃんに話聞こうかな。あ、いたいたいた。ねえ小学生、君はなんでここに来てんの？お母さんが赤ちゃんを産むんだ。だから僕だけここのおばちゃん家に預けられたんだよ。へえ、そうなの。女子大生はなんでここに来たの？船に乗ってきたよ。意地悪な返し。小学生レベルだね。心身ともに若いって言ってほしいな。面白いやりとり。さてと、あとはすみれちゃんに話しかけようと。今日はしっかり寝ないとな。いたいた。モモンガダニのぶら下がる仲間たちが意外に売れちゃったのよね。だから今困ってるんだ。それで賞を取った小説。うん、そうだよ。お姉ちゃんの賞って。なるほど。モモンガダニのぶら下がる仲間たち。今聞いてもなかなかいいタイトルだな。なるほど。すみちゃんいい声してるな。さてと、もうこれで終わりかな今日は。虫キングなかなか進まねえな。ご飯か。ガキどもご飯だよ。はいよ。早く50章とか行きたい。そうだ、クイーンカブト出すようにしないと。あ、あと王冠探しもしないといけないんだ。なんだか相良のおじいちゃん元気ないのよね。え、あのじいさんならまだピンピンしてるぞ。でも道ですれ違ってもため息ばかりついてるの。安子ちゃんに聞いたらうちでもそんな感じなんですって。きっと何か悩みがあるんだよ。そうだ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、夜は今日は会話誰かとするっていうよりかはちょっと公園に行ってにしようかな。うん、公園に行って、で最後いい時間になったらひかりちゃんに会いに行くっていう感じにしようかなと思います。お風呂はパスで。王冠探さないといけないしね。あれ、上にいるやんけ。なんか上に兄弟いるやん。すげえ気になる。話しかけたい。じゃあこっちから行こう。あれ、こっちこっち。夜に虫ってなんか捕まえられんの？平田とかいんのか、ここに。いるか、夜。のこぎりだろ、ここは。やった。のこぎりだよね。パス。でも一応クワガタも結構種類揃ってきた感じはあるな。平田に赤足にすぐ負けちゃうけど、また弱いランクで育てていくしかないね。奥沢の探検なかなか面白かっただろう。まあ都会っ子にはちょっと大変だったかもしれないけどね。けどね、どうでもいいけど、あの辺りってすごいたくさんセミがいたな。ふむふむふむ。さて、おじいちゃん元気がないらしいね。さて、王冠探しですよ。これは水が出っ放しになるんだよね。
ここら辺はやっぱりあるかな。こないだここに隠されてたんだよな。乗るだけか。7つも探すんでしょ。ギリギリになるとヒントくれたりするんだけど。あった？ただ逆さまに見てるだけか。あれ、なんか光ってたのは王冠だったりするのかな。今見えたのは違うか。窓の明かりか。ここら辺もあの時間書いとくんで、カットしたい人はカットしてください。時間タップすれば、コメント欄の時間タップすればカットできます。どこら辺かな。あった、まず1個。よし、空気伸びたぞ。アノマロカリス2か。2個7回できんの。全部見つければだけど、まあ、同じ場所に2個は隠さないだろうしな。まずここで1個、ここで1個あるんだろうきっと。ここになさそう。隠すっていうか物に、あ、よしよしよ、2個2個2個、よし2個ドアップ。なるほど、なんか隠す癖が分かってきた。なんか物の下に、ここでしょ。あ、やっぱり3個2個。っていうことじゃあ砂浜か。砂浜にはないか。物って感じしないもんな。なんか、あ、あ、いや、来た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 、4個2個ーっと、いいぞいいぞいいぞ。あと3つ。ここか。じゃあここの下だな。ここだと俺は思うが。あ、安子姉ちゃん、やべ、この時間無駄だな。この画面切り替えが。よし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 、これで5個。2個、あと2個。シーソーの下と、あとブランコが怪しい気がするけど、もうこの画面で1個取っちゃったからないかな、ないかな、ないっぽいな。で、ここが滑り台なんだよね。ここの下はないか。じゃあブランコが怪しいかな。はい、安子姉ちゃん。以前おじいちゃんに聞いたことがあるんだけど、うちのお父さん何やらとんでもないものを海で見つけたって何度も言ってたらしいんだ。でも誰もそのとんでもないものを見てないんだよね。でね、その頃からなんだ、うちの改造の続きやら豪華な望遠鏡の話やらが始まったのは。へえ。お父さんもういないんだし、こんなこと考えてもしょうがないのかな。なんだろうね。そのお金の算段がついたっていうことなのかな。金塊強奪事件とか、なんかここら辺なんかお金になりそうな話があるけど。2個あと1個。意外に探し出せば簡単だったな。時間は明日最後の1個探すっていうのでもいいけど、まだ9時か。じゃあ大丈夫だ。となるとここかの画面か。最後1画面に1個あると見て、分かった、左の杭にある気がする。イエイイエイもあるんだ、僕くんの。あ、あった。よし、これで7つ見つけた。2個7つ見つけた、すっきり。さあ、で行こうっと。じゃあすっきり終わるな。よし、じゃあそしたらひかりちゃんの居間に行って、おじいちゃんに、そう、おじいちゃんもちょっと話しかけよう。時間はたっぷりあるね。時間一応チェック。うん、全然余裕。お風呂入ってもよかったくらいだな。意外にすぐ見つかった。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。はいはい。じゃあ今日は2ね。1。よし、そしたら、はい、7月10日は夕方の海の家っていうことは、じゃあ吉川お姉さんかな。あ、やっぱりそうだね。
なるほど。はい。じゃあ4。よう兄ちゃんの家。ようの家と。はいはいはい。で、はい。そして次は8番。昼の診療所。やっぱおじいちゃん元気ないんだな。あ、デートの感想が聞けるってことか。なぎささんの話ってことは。5番。民宿2階の1号室、サイモンの部屋か。またサイモンの部屋か。今日聞けなかったからね。明日その会話聞けるのかな、サイモンの部屋と。いいえ。よし、恐竜王冠がすぐ見つかったから。よかった。うん、そしたらじゃあ最後おじいちゃんに話聞こうかな。こっち座っちゃって。なんだか最近、死んだ家内の夢ばかり見るの。寝不足なの？いや、むしろぐっすりと眠れるのじゃが、目覚めた後が悲しいのじゃ。それで元気がないんだね、やっぱり。わしゃ医者じゃ。死んだ家内や息子がもう戻ってこないことは十分に理解しておるのじゃが。あ、死んだ家内や息子。あ、じゃあ安子姉ちゃんのお父さん死んじゃったんだ。で、お母さんは家を出てっちゃったんだ。じゃあ3人で暮らしてんのか。はあ。わしゃ医者じゃ。なるほどね。なんだなんだ。さて、日記を書いて終わりますか。日記書くことは新たには追加されてなかったみたいですね。じゃあ今日はこの辺で寝ます。さあ、7月9日、これで終わりです。明日は7月の10日。もう1/3。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。